北、カフカースソビエト共和国は、ロシア内戦中の1918年7月7日から、同年12月にかけて、北カフカースに存在した国家。1918年7月7日に、エカテリノダールで開催された第1回北、カフカースソビエト大会において、南ロシア長官、セルゴールジョニキゼによって、クバーニーコール国会ソビエト共和国、スタブロポリソビエト共和国、 テレクソビエト共和国を合法する形で形成が宣言された。ロシア社会主義連邦ソビエト共和国の一部としての建国であったが、その領域はアントオンデニー金軍、グルジア民主共和国軍、テレクコサック軍に囲まれて、本土とは隔たれた状態にあった。中央執行委員会は44人のボリシェビキ、29人の 社会革命党左派と一人の戦線代表からなっており、議長にはボリシェビキからアブラムルビンがついた。国防は、赤軍第11軍の共和国革命軍事会議が担当していたが、8月には、白軍、メンシェビキ、社会革命党の行為によって戦況は悪化し、中央執行委員会はピャチゴルスクへと移転した。10月頃の中央執行委員会は23人の、 ボリシェビキと二人の人民共産党委員からなっていた。しかしほどなく北カフカースは白軍に占領され、ソビエト共和国は全ロシア中央、執行委員会によって12月に廃止された。ありがとうございます。